古の都京都に現れた。超高校級と言われた一人の青年の成長物語をお届けします。はい、どうも徳さんです。本日は昨日に続き NTT 西日本潜入企画第2弾。ちなみにテーマの剣道従来というのは、一度破れたり失敗したものが再び勢いを盛り返して巻き返すことの例え。そんな NTT 西日本に智弁和歌山で4番を張り、さらには昨年の夏全国制覇を果たした徳丸天聖選手がいたので、本日は特集。お願いします。でっけえ。18歳かい。19です。まさかお会いできるとは。本当だね。変な話、20年ぐらい差離れてますね。変な話ですか。リアルにお父さんとお父さんみたいなもんですよ。ダブルスコアですよ。そうですよ。息子でもおかしくないですから。そうだね。はい。まあ強いよね。えすごい強い。改めて徳丸天聖選手のプロフィールをご紹介。野球好きなら一度は耳にしたことがあるでしょう。この選手、智弁和歌山高校では高校通算42本塁打を放つなど、プロも注目した逸材の一人。恵まれた体格を生かし、現在は社会人野球で揉まれており、プロへの道を目指しています。めっちゃ動画見てるんで。本当ですか。いやいやいや、すっかり。わあ、ナイスボール。今ポジションはどちらですか。今サードやってます。ああ、はい、社会人のサードやばくないですか。そうですね、やっぱ打球も速いですし、結構怖いです。うわあ、でも半分やってる。すごい伸ばしだな。すごい。徳丸選手、過去にはピッチャーをやっていたこともあり、この地肩の強さも魅力の一つ。ノック。徳丸天聖選手、高校時代は主に外野でしたが、現在サードに挑戦中。貢献を生かし、レギュラーを目指す立場です。一緒にノックを受けて徳丸選手の動向を見ていたんですが、先輩の丁寧なプレーを結構ね、必死に目で追いかけて盗んでいるなという印象を受けました。正解な動きですね。さあ、ここでコア目線、タッチプレーの強さに注目してみました。草壁選手、浜田選手、徳丸選手の順でタッチプレーしていきます。まずこれ草壁選手、これが浜田選手タッチ、そして徳丸選手のタッチがこんな感じ。3つ合わせてみると、やはり5年目草壁選手、6年目浜田選手のタッチは非常にクイック。徳丸選手のタッチはやや優しさを感じるか。こういったところって、こう社会人選手のスライディングっていうのは非常に激しく強いんですね。なので先輩たちの突き刺すほどのタッチっていうのは必ず意味がありそう。そのあたりっていうのもまた学びなんでしょうか。でもこのね、大柄であるものの非常に軽快なプレーは見せていました。先輩のプレーなんかを間近で見ながらノックを受けるっていうのは一番のこう成長過程ですよね。まあ、全体的に軽快な動きを見せていました徳丸選手。今後サードのポジションでレギュラーを奪えるか。さあ、続いて打撃練習でございます。鋭いスイング健在でした。ちなみにバッティングにおいては、このようなポイントを意識、投手に対して肩を入れすぎない、上半身の力はゼロ、下半身をボールにぶつける意識、そしてインコースも最後まで胸を見せないと、この3つがポイントだそうです。
いい声ですね。代打成功じゃないですかね。うん。こう見ていてもバッティング練習ではあるんですけど、こうヒット性の当たりに非常にこだわりを持っている印象を受けました。このやり取り面白いですよね。顔を残すことがチームのテーマなのか、まあ、NTT 西日本はこう先輩後輩非常にいいコミュニケーションが取れていて、まあ、選手としてはいい環境なんじゃないかなという印象を受けますね。シャープな打撃の一方、やはりこのスイングでホームラン。そして、ああ速いといった打球もホームラン。やっぱりね、まあ荒さもありつつ飛ばす力はさすがの一言です。今後の成長しっかり見守っていきたいと思います。そして最後は徳丸天聖選手へインタビュー。フレッシュでういういしさ満点。中学校から見させてもらって、あの徳さん出てきて、うん、あっぱれ出てきたの、うん、そう、めっちゃびっくりして、やっぱ俺の名前みたいな、え今日えなんか繋がってるなって、なんか勝手に思ってこんな野球してて、そうっすよね、びっくりして、あっぱれですよね、あっぱれ、天聖と同じ感じですよ、びっくりしました、ついにここでご対面、ようやくお会いできて。高校1年生ぐらいの時からだよね。そうですね。あれって徳丸天聖、気になる気になる名前だっていう、おい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 っていう勝手に応援してた。もう僕らも、はい、あ本当ですか、高卒から NTT 西日本っていう、うん、これ NTT 西日本に入ってきたなんかこうきっかけとか理由みたいなのあったんですか。まずその赤嶺さんのスカウトの方に、うん、高校2年の秋ぐらいにから、声かけていただいて、でそこで練習参加も何度か行かせてもらって、自分の、ま、能力だったり自分の目指しているプロっていうところに行って活躍するために、うん、はい、ここに来たら絶対成長できると思って、はい、来ました。はい、ちなみに高卒でプロっていうのはあったんですか、考え的には。そうですね、ありましたけど、その、まあ、高校の監督である中谷さんともいろいろ話をして、まあ、自分の能力だったり長く活躍できるためにっていう話を、まあ、いろたくさんして、でその自分的にも、まあ、そういう話で行こうっていうことで社会人に来させて、はい、プロで長く活躍したいのでって思いで来ました。はい、はあ、素晴らしい監督さんですね。もっとプロの方なので、確かに確かにそういう話はもうたくさんして、説得力が違うよね。今年の3月まで高校生だったっていう、いかがですか、そのもう大の大人たちと野球をするっていう、はい、すごくレベルも高いですし、でもその中で毎日野球できてるっていう嬉しさだったり楽しさもあって、でたくさんいろんなすごいバッターもいるので、すごく勉強になることが毎日です。はい、はあ、出社ってしました？会社どうでした？いや、まあ、普通ですか？いや会社はめっちゃ綺麗でNTT なんで会社綺麗いいっすよ、みんなスーツ着てるみたいな、社会人やんいいですね、こう仕立てて自分で。そう、あ、まあそうですね、ないでしょ、だってこのサイズ感の普通のオーダーですね、売ってないもんね、ちょっと高くなりましたね、はいもう初々しさがあるけど、やっぱりこの社会人で学ぶことをやっぱたくさんありますか。もうそうですね、たくさんありすぎてっていうぐらいで、本当にでも、まあ、自分のまだまだっていうことを感じさせるのと、うん、でもこれからもっともっとやることあるんだぞっていう、うん、まあ、自分の中で、まあ、楽しさの中でなんて上手くなっていく野球を
やっていけるっていう楽しさが一番今あります、はい、高校でも言っても智弁和歌山で、うん、全国からしてもトップの高校じゃないですか、はい、うん、その高校経ても社会人 NEC 来た時に学ぶことって例えばどんなんですか？ベースとなる部分はすごく智弁の中で学ばせてもらって、はい、社会人だったそれぞれの人の考えだったり、これはこの人はこうしてるんだみたいな、そういういろんな幅が、経験値の幅があるので、そういうところはすごく学べます、はい、もう考え方、意識、アプローチの仕方とか、はい、まあ、対策であったりとか、そうですね、自分の大事なことを軸を持ってやってるなっていうことは本当に感じます、はい、はあ、確かにピッチャーの精度なんてもう2枚も3枚も4枚も上がるもんね大学でも上がるのにその上ですから ね前の大会でも出させてもらった時でもスライダーに全く反応できずというか、ストレートの精度だったりっていうのもすごく高いなって感じたので、これからもっと練習していかないといけないなっていう、まあ、レギュラーまだレギュラーじゃないですし、はい、もっと、どんどんアピールする自分としての立場なので、もう初心というか入って 社会人入ってた時の気持ちを忘れず、もっとどんどんやっていきたいなと思ってます、はい、レベルの高い社会人野球においてレギュラーをつかむというのは簡単なことではありませんが、何かロマン、夢を見させてくれる選手であることは間違いありません。今後も注目していきたいと思います。明日は第3弾、 NTT 西日本の高級すぎる寮、これは NTT 西日本野球部に行きたいなと思うほどの素晴らしい施設でした。お楽しみに。